1940年代、陳眠。中国道教協会は、中華人民共和国における、唯一の公式な全国道教特務合い連合である。略称は、中国道教。会場は、全神教流門派の素定の北京博雲館。1956年11月26日、竹、高師体、孟明慶、龍の正し、龍おさむこう、幼少福。 リニシカノエ、ソタカシフ、エキシン、アキラ、リキヨシジン、キョウキヨシシン、ゴエイフク、オーリーガク、エンストク、ナオシ、レン、ハンマモルマツ、ヨウメグミドウ、リオモンミカワ、シュコンイツ、チョウサムカ、チョウサムケン、同教学者、チンネイトウみんなが北京に集まって、彼らは中国同教協会の組織を提唱した。1957年4月、創立、 初代会長は竹、高師隊。1961年、第2回全国代表会議に、会長の陳寧を選出。1967至り1979年、毛沢東が文化大革命を発動し、同官の宗教活動は中止に追い込まれた。神像、放棄は徹底的な破壊に遭い、同志は仕方なく減続した多くの同官が破壊された。 1980年代になると徐々に宗教活動が認められ、中国道教協会が運動して、全国重点道館21カ所が国務院、宗教事務局から指定されるなど、道教は復興を果たした1980年第3回全国代表会議に会長のはじむぐうわたるを選出。1990年5月、中国道教学院を設置。 1986年9月、第4回全国代表会議に、会長のはじむぐわたるを選出。1992年3月、第5回全国代表会議に、会長の風園店を選出。1998年8月、第6回全国代表会議に、会長のビンサトシテを選出。2005年6月、第7回全国代表会議に会、 会長の任の理由を選出。2010年6月第8回全国代表会議に会長の任の理由を選出。2015年6月第9回全国代表会議に会長の李光富を選出。ありがとうございます。